僕は Google クラウドのテキスト、To、スピーチ、ボイスタイプを贅沢な WaveNet ってのは高品質らしいんだけど、日本語だとあまり変わらないね。と自分の紹介をしてみた。それはともかく、では本題。チャット GPT が話題になってるけど、その流れでミッドジャーニーとかブルーイローとかテキストトゥースピーチ読み上げの AI も今旬な話題だと知った。夜明けの最初のリミックスのイメージをブルーイローで作ってみた。バックのテクノロジーがどんなにすごいのかわからなくても使うのは簡単だよね。さらに DID ってのがテキスト2ビデオも夜明けで試してみた。カーガー役ソーラーノーシータに通常のプレゼンに使うにはクオリティ抜群なんだけど、歌うには表情が足りないよね。ピピオというやつだと表情がいろいろあるらしいと知ったんだけど、使おうと思ったら料金がかなりかかるみたいだ。 DID も高いと評判なんだけど、今までやったのはフリー。あれでフリーの20ポイントを使い切った。この後は優勝になるけど、歌オンリーのトラックでやってみたいなとは思ってる。そんなことで、そのあたりの情報がここ YouTube で流れてくるようになった。そうしたら、ものすごい量の情報がうぞうむぞうに流れてくる。これを切り分けてみるのは素人には難しいよね。その中で2週間前、スタンフォードがアルパカっていうものすごいものを出したんだという情報があったんだよ。そのウェブサイトを見てみてとても驚いたのでこれ作ってます。それがここ、アルパカの綴りは大文字の A、L、P、小文字の A、大文字で C、A、アルパカ。アルパカ、アストロング、レプリケーブルインストラクションフォローイングモデルオーサーズ、ローハンタオリ&イシャーン、ガルラジャニ&ティアニー、イーザン&ヤン、デュボー&グレッチェンリー&カルロス・ゲストリン&パーシーリアン&タツノリ・ビー・ハシモト。アルパカ 7B は、ライムA 7B モデルから微調整された 52K の指示に従うデモンストレーションでトレーニングされたモデルで、タンターンの指示に従う評価では、オープン i のテキストダビンチ003に似た振る舞いをすることが分かりました。それでありながら、アルパカは非常に小さく、簡単かつ安価に再現できることが驚くべき特徴です。GPT 3.5 テキストダビンチ003、チャット GPT、クロード、インチャットなどの指示に従うモデルは、ますます強力になっています。これらのモデルは多くのユーザーが頻繁に利用し、仕事に使用することもあります。しかし、指示に従うモデルにはまだ多くの不備があり、誤った情報を生成したり、社会的なステレオタイプを伝播させたり、有害な言語を生成したりすることがあります。これらの問題に対処するために、学術コミュニティが積極的に取り組むことが重要です。しかし、OpenAI のテキストダビンチ003のようなクローズドソースのモデルに迫るような能力を持った簡単にアクセスできるモデルはないため、学術界で指示に従うモデルの研究を行うことは困難でした。アルパカはデータのラムA 7B モデルから微調整された指示に従う言語モデルで、セルフインストラクトのスタイルで生成された 52K の指示に従うデモンストレーションでトレーニングされました。セルフインストラクト評価セットでは、アルパカはオープン i のテキストダビンチ003と同様の振る舞いを示しましたが、非常に小さく簡単かつ安価に再現できるという驚くべき特徴もあります。アルパカの学習レシピとデータをリリースし、将来的にはモデルの重みも公開する予定です。また、研究コミュニティがアルパカの動作をよりよく理解できるように、インタラクティブなデモを提供しています。このデモを通じての やり取りは、予期せぬ機能や問題点を明らかにすることができ、今後のモデルの評価に役立てることができます。また、ユーザーには、我々のウェブデモで懸念すべき行動がある場合には報告することを奨励します。これによって、問題をよりよく理解し、軽減することができます。なお、リリースにはリスクが伴うため、このオープンリリースの背景にある思考プロセスについては、後述します。アルパカは学術研究のみを目的としており、商用利用は禁止されています。この決定には3つの要因があります。第1に、アルパカは非商用ライセンスのラムAに基づいており、この決定を受け継いでいます。第2に、指示データはOpenAIのテキストダビンチ003に基づいており、その利用規約では、OpenAI と競合するモデルを開発することが禁止されています。最後に、十分な安全対策が設計されていないため、アルパカは一般的な使用には準備ができていません。